はい、皆さんこんにちは、どうもヒロです。前回の続きで今撮ってるんですけども今回はですね、デミオに 8J オフセット20のホイール履かせる土台作戦パート3ということで、リアのキャンバーをつけるのをちょっとやってみたいと思います。で、どうやってリアのキャンバーつけるかっていうのをいろいろ考えたんですけども、あんまり僕もお金をかけたくないので、お金を全然かけずにできる方法を見つけました。それがこちらです。ワッシャーです。この1枚10円のワッシャーを使って、今回はリアにキャンバーをつけていきたいと思います。焼き上げるときは前にしっかり輪止めをしましょう。マジで危なかった。はい、じゃあこいつの使ってるキャンバーをつける方法なんですけども、ちょっとするかな。はい、このネジ、これが1、2で、下の方にも2個で、合計4個ついてるんですけど、この4個のネジでこのブレーキと、タイヤつけるここですね、ここが固定されてるんですけど、こいつ自体を斜めに傾ければキャンバーがもちろんつくんですね。で、そのキャンバースペーサー、キャンバーシムかっていうのを市販されてるやつって、ここの固定されてるここの隙間があるんですけど、ここに隙間があるんですけど、ここの隙間にその斜めの、プレートを挟んで、こいつを斜めにするでキャンバーつけるっていう、仕組みだったんですね。なのでワッシャーをそのプレートと同じ原理で、ここに挟んで、キャンバーをつけるっていうのを今回やってみたいと思います。結構やってる人いるみたいなんですけども、もちろん安全性に関しては何とも言えないところがあるので、もしやられる場合は自己責任という形で、やっていただければなと思います。僕も試しでちょっとやってみるので、良ければそれでいいんですけど、ちょっとやってみたいと思います。まずは外します。はい、12のレンジでいけました。どっちだ、緩めるの、こっちか。結構硬いです。なんかここネジロックがついてるらしいので、外れたら危ない場所なので、多分相当硬くなってるんだとは思います。硬い。はい、だいぶ外れてきました。これなんか全部外したらそれもそれでちょっと怖いんですけど、一応ここの映ってるか分かんないけど、ここに隙間ができるんですね。で、この隙間に、さっきのワッシャーを挟むことで斜めにするっていうお話なんですけど、多分これでもう本当にだいぶ動くと思う。とりあえずネジを外して、で、一応厚みがですね2種類あって、2mm と 1.5mm の厚さなんですね、これが。で、それで調整して使い、キャンバーの角度を調整できると思うんですけど、このリアのに関して車高下げると遠いになるらしいんですね。で、それもちょっと直したいんで、車の右側から見て、これ 1.5 2枚を合計3にして、それを右の下につけて、で、2mm を1枚左の下につけると、キャンバーもつくし、フロントは少し前側は少し広がるので、若干トーアウトにして、さらに、斜めにキャンバーもつけれる考えです。なので、ちょっとそれでやっていこうと思います。だいぶ隙間はできてきました。もう外すのは下だけでいいかなと思います。なかなか長いな。はい、こんな感じのボルトです。これが出てきます。結構長いので、ある程度そのワッシャー、かましても大丈夫っていう風に、そのキャンバーシムを市販してるお店メーカーからもそういう風に書かれてたので、今回もそういう風にしておきます。なので、ボルト、こんなボルト打てるか知らないけど。で、ついでに今回
こういうのも一緒に持ってきました。ネジガチ、ガチネジだった。緩み止めですね。うわ、そういうこと。しまったな。急遽変更です。2枚と1枚でいきます。あ、ダメじゃん、足りないじゃん。今回買ったのが4枚だから、1.5 ずつしか入れるのか。急遽変更で、とりあえず今回は、これ2枚にします。ちょっと、中の構造上ちょっとこれ入らんかった。しまったなぁ。やらかしました。これいっぱい買っとけばよかった。とりあえず下に1枚ずつでやっていきます。大失敗。マジショック。なんだよ。やられたなぁ。これだといけるんだろうなきっと。あ、来た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 。入った入った入った。オッケー、スペーサー入りました。あとはネジを締めれば完成です。ちょっと本来僕のやりたかった数字とちょっと変わっちゃうのが残念です。まあこれもまた一つ勉強ですね。ネジつけるのがちょっと大変なんだけど、入ってかないし、くそー。はい、ちょっと時間がたくさんかかってしまったのでだいぶ飛ばしになっちゃいました。無事終わりました。だいぶキャンバーつきました。 1.5mm 入れただけなのにこんなに、キャンバーついたんで、これなら結構収まりそうですね。フェンダーに収まりそうなんでいい感じです。よかった、めっちゃ大変だった、もっと簡単かと思ったのに。はい、ということで、今回はこんな感じで、ちょっと無理やりっていうのもあるんですけども、定期的にネジが緩んでないかとかも確認しながら、様子を見ていきたいと思いますので、ちょっと安全とは言い切れないんですけどもね、こういうやり方もあるっていうのを見つけたので、また一つ勉強になったなと思いました。ということで、デミオに 8J20 オフセット20のホイール博士ルスト大作戦バート3はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では、いい感じ。